明けましておめでとうございます。ハイチのダラダラジオ、今年もやっていきましょう。新年一発目でございます。で、今日はですね、サムネイルがいつもと違うかと思うんですよ。普通に2023年の目標がね、自撮りじゃないわ直撮りで撮ったもの載ってると思うんですけど、今日は、まあ、今年の目標をね、少し話していきたいなと。まあ、話していきたいなっていうか、サムネイルで載ってるんで、それ見たら、あー、はいっていうで終わっちゃうんですけど、まあ、そこにね、どんな思いがあるのかっていうところまで、興味持っていただける方はね、よかったらね、ちょっと10分ぐらいかな、お時間いただければと思います。で、今年は目標をめちゃめちゃシンプルにしていて、その数字を使った目標はもう講演会の一つだけです。5種20回の講演会って書いてあって、まあ、まず数字としては20回講演会をしよう。で、これは講演会に関しては、例えばトークイベントとか、その何か話す場所っていうことですね。まあ、そのに関して20回っていうのを一応目標に。ただ、これはね、営業活動をしていこうっていうのは特にないので、まあ、話がいただければっていうところがあるんで、まあ、20回っていう数字は1個の目安にしてる感じです。で、どっちかというと、手前の5種が、私にとって大事で、一昨年ぐらいからいろんな場所でね、喋らせてもらう機会をいただいて、いろいろ喋ってきたんですけれども、今、主に、喋ってるトークテーマが3つ、4つはあるんですね。で、それプラス1つ今どうしても足したいテーマで、それで講演会したこともあるんですけど、それを最低5種類のトークテーマで喋れるように、そして今まで喋ってきたものね、いっぱいあるんですが、もっとブラッシュアップする。正直自分の中で納得のできない話、まあ反省はね毎回あるんですけど、終わった後にあの部分ちょっと喋りすぎたなとか、あの部分ちょっと薄かったなとかね、あるんですけど、でも納得できないもので喋ったことはなくって、だからそういった意味では毎回こう全身全霊でやってるんですけど、でも100点は上げられないんですよね。まあ多分俺の性格上一生ね、終わった後100点って言えることないと思うんですが、さらにね、ちょっと今年ちょっと講演会の、その内容というか、その部分を、まあ子供たちが相手が多いですけど、学校の先生方だったりとか、保護者の方だったりとか、まあいろんな場所でね、結構企業の方の前で喋ることも多いので、まあ、その場その場によって、こう、もっともっと、聞いてよかったというか、何か聞いていただいた皆さんの生活に、こう、いい刺激を与えられるような講演会をしたいんですよ、私。そういう講演会が理想なので、なんかそこのね、ブラッシュアップを今年ちょっと1年、やっていきたいなというところです。だから本当それ1個。だからそれはでも別に YouTube の活動やめるとかじゃなくて、普通に続けていくんですけど、なんかそこに力を入れていきたい。で、その下の部分が、私感謝の心、笑顔の伝染、会いたい人に会うって書いたんですけど、これ、ですね、この1ヶ月ぐらい、まあいろいろ考えてきた中で、やっぱり今年のテーマとか自分にとって大事な、こう、ワクワクする言葉なんですよね。そう、やっぱり感謝をするっていう名前ね、よく言われるじゃないですか、感謝は大事だよって。でそれはまあ親からもねずっと言われてたことだし、自分でもすごく感じるんですよね。で多分そのね、人に感謝できてる自分が好きなんですよ、俺はきっと。でそれもあるから、そうだからどんな状況でもどんな場面でも感謝の気持ち、ただもちろん相手は選ぶし状況も選ぶけれどもね、何でもかんでも感謝しろとは思ってないけど、ただその自分を謙虚にというか、人に対して他人に対してとか感謝の気持ちっていうのを素直に持つことで、持つのは、まあ、37年これで生きてきてるんで割とできると思うんですよ。でもう一個先があって、ちゃんと伝えるっていう、つまり思っただけじゃなんです。今年はちゃんと言葉に出す、そう、相手に伝えるっていう、それをすごく大事にしたいっていうのがまず1個で、笑顔の伝染っていうのは、やっぱり笑顔がね、私好きなので、で、自分の笑顔も好きというか、自分が笑っていられるのも好きだし、何より、やっぱり周りの方が笑顔でいてくれることがすごく幸せなんですよね。で、もちろん YouTube の活動をしてたらさ、みんなが笑顔でいられるかどうかなんていうのは、当然わからないけれども、まあ、この活動だったり、あとは今年講演会とか、リアルで、学生の方に会える場、まあちょっとね、コロナもあるから何とも言えないけど、そういった機会をちょっと多く取りたいなと思ってるんです。そういったところでも笑顔っていうのがちゃんと映る。で、人の笑顔っていろんな種類があって、伝染する笑顔ってあると思ってる人間なんですよ。つまり笑顔が映る、この人の笑顔を見てるとなんか
ちょっと心が軽くなるっていう笑顔をする方って皆さん身の回りにいません？私いるんですよね。で、自分がそうありたいんです。だから笑顔のが伝染できる男になっていく、はい、そこもあのね、これは結構ずっと大事にしてるから割と自信があるというか、やってきた自信はあるんですけど、これもブラッシュアップです。さらに上を目指す。やっぱりなんか何歳になっても笑顔が素敵な人でいたいあの笑いシワがある人がやっぱ好きなんですよね、私ね。でそうなりたくって、あのミッシェルの桜井さんとかね、ボーカルね、桜井さんとかがすごい好きなんですけど、ああいった感じの年の取り方したいなって思ってて、そうだから笑顔の伝染をできる、そんな1年にしていくと。で最後は会いたい人に会う。でこれはね、この前ちょっと知り合いのね、仕事仲間がさ、わざわざ高崎来てくれてちょっとご飯食べたんですけど、その時にも、まあ、あと同世代なんでね、ちょっと上ですけど彼の方が、あの話してて、うちらはその残された時間がそんな長くないよねっていう話になったんですよね。でこれは別に年齢いってるから命が短いっつう話じゃなくて、その全盛期として活動できる期間って多分あともそんなに残ってないと思ってるんです。まあ、別にあれは長生きするつもりだから長生きはするよ、活動はするんだけど、そうで、だからこそ今その限られた時間っていうのをどう使っていくかっていうのをやっぱりすごく大事にしたいよねっていう話をしてて、本当それずっと思ってるんですよ、ここ 1,2 年ぐらい。で元々俺は大学の時にちょっと病気をねしてしまって、お医者様から他の人みたいに、ね、普通の方みたいに同じぐらいにこう社会人として働けない可能性が高いって言われてたから、で病気が、まあ、別にいつすぐ死ぬとかって病気じゃないですけど、こういつねこう悪化するかもわからないって言われてるので、だからよりねこう残された時間っていうのをどう使っていくかっていうところが大事だなと思ったんです。でその一つとして、会いたい人に自分からアクション、私ね自分からアクションするとかやってなかったんですよ。ずっと待ちの姿勢が強かったから、とにかく声をかけて、会いたいっていう、そうそうそう、動画撮りたいとかじゃないからね、それ会いたいって、お話ししたいって、ちょっとご飯食べ行きましょうみたいなのを、今年はちょっとアグレッシブに、会いたい人には会いに行くっていうのは、結構ねいっぱいいっぱいになったりとか忙しくなるとこの部分が霞むんですよ。そう、すぐ忘れるから。だから目標に書いておきたいなっていうことで、感謝の心、笑顔の伝染、そして会いたい人に会う。でこれはもう毎年ね絶対書こうって決めてて全員合格ですまあ最近は合格っていうのはもちろんそうなんだけど、まあ、見てくれてる子供たちね、学生のみんなが合格っていうよりは自分らしくこう自分の道、みんな自身のね、みんな自身の自分の道っていうのを前に進んでいってほしいなって、それの手伝いができたらなっていう思いがやっぱここ1年すごく強いので、まあでもそのさ1個でやっぱ受験っていうのが関わってくるから、だからまあ全員合格って表現をしてるんだけど、一人でも多くの学生のみんなが自分のね、これが私の道、これが俺の道って胸張って言えるような道に一歩前に進める、そんな背中をね押せるような存在でいたいなってことで、まあ、全員合格っていうのも書かせてもらいました。まあ、他にもね裏テーマがちょっといろいろあって、実は元日サボっちゃったんですけど1月2日から今毎日日書いてて、そう、それはちょっと書いていこうとかね、そうそうそう、とかちょっと細かいルールはいっぱい決めてるんですけど、それ言うとねなんかちょっと全部言うと恥ずかしいからちょっとここまでにしちゃうんですが、まあ、今年はひとまずここです。はい、5週20回の講演会、まずここを、まあ、20回はね達成しなくても全然許せるんですけど、この5種類の、講演会の、まあ、ブラッシュアップだね。去年2022で話してたことよりは、まあ、スライドとかもそうですけど、自分のトーク技術の部分も含めて、ここはレベルアップしたなって必ず2023が終わるときに思えるようにするっていうのが1個で、あとは感謝の心、ね、笑顔の伝染、会いたい人に会うと、で全員合格と、ここをね今年の目標っていうか、まあ、指針に近いけどね、指針として進んでいきます。この前の生放送だっけなの時にもちょろっと言った気がするんですけど、なんか今年ね私すごい自分をよりね好きになれる1年間になる気しかしないんですよ。そう、すごいその自信がある、めちゃめちゃいい1年に、ね、なる気がしてんすよねでも言霊大事なんで、はい、ちょっと言霊口に出してますけど意図的に。そうだからまあいろんなことはあるでしょうけど、それでも子供たちの
役に立つことが、まあ、自分のね、まあ、生きがいというかこう幸せにつながっていることなので、まあ、この自分の指針を大事に一歩一歩ねできることを、まあ、焦らずねできることなんて限られてるから、でもまあ残された時間を有意義に使っていく、そんな1年にしていこうと思っております。よかったらね、まあ、皆さんの目標もコメント欄とかで教えていただけると幸いです。では、今週もねここまでありがとうございました。あ、そうで最後にちょっと1個ご報告があっていてだってごめんなさい、ダラダラジオね毎週日曜の夜8時に投稿してるんですが、あと投稿時間は変わらないんですけど、ちょっと毎週っていう縛りをちょっとね今年はなくしていきます。なので、投稿する週投稿しない週っていうのは結構ランダムに出てきてしまうかと思うんですけれども、その点ご理解とかね覚えておいていただければと思います。なのでちょっと来週あるかどうかまだはっきり言えないんですけれども、また次回喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは、もう今週1週間と言わずね、今年1年間が皆さんにとって良き1年になることを心から願いつつ、今回はねここでお別れしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。じゃあまたね、バイバイ。